ました。さあ、じゃあ今日はね、基礎練からやりたいと思います。で、基礎練ってみんなわかるよね。投げてボン、投げてボンみたいなやつね。で、ちょっとね、基礎練って慣れてきちゃうとちょっと飽きちゃうじゃん。だからいろんなやり方でやっていきたいと思います。じゃあみんなも頑張っていきましょう。はい、それでは今ここにピンクチームが5人います。で、ボール持ってます。で、今日はこの動きながら基礎練をやっていきたいと思います。で、ちょっとお手本見せるね。最初はインサイド、右足、左足みたいな感じ。ちょっと右に動いて、ちょっと左に動いてみたいな感じでやっていきたいと思います。じゃあ実際にやっていきます。はい、左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 、首を振って見とく。あ、こいつ空いてるな。見ながらね、周りを見ながらやってください。あと、お友達同士ぶつからないように気をつけてやっていきましょう。はい、じゃあやっていきましょう。スタート。必ず右左な。はい、探して探して。はい、探して。そうそう、空いてるよとか声かけてあげな。ああ、頑張れ頑張れ。そう、いいね。声かけるのは、そう、ピンクチームも声かけてあげる。あと黄色チームも、おい、こっちとか名前呼んでもいいよ。名前呼んでもいいからね。そう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 。さあ、名前呼びながらやってごらん。いいね。はい、左は、おお、なんとかなった。 OK ね。はい、じゃあ今度は今のインサイドをももポン、ももポンっていう感じで、両ももやっていきたいと思います。ルールはさっきと一緒ね。じゃあちょっとやっていきます。瞬間、へい、動きながらやってください。動きながらね。はい、じゃあ今度はピンクチームがやってみましょう。さあ、必ず右左でできるようにして。足止まってるよ。少し横に動こう。そう、少し横に動こうね。そう。いい？ちょっと、じゃあ、お手本やるよ。右足、はい、右足やったら、左にこう動きながら、実際に左に動かして。ちょっともう一回やるよ。右足こう右に動きながら、左足こっちで、左に動きながら、ね。みんな足止まっちゃってるから、頑張ってこの右動き、左動きみたいなのができるようにしてください。もう一回やってみよう。はいよ。いるよ。そう、声出してね。名前呼んでもいいよ。そう、いいよ。失敗してもいい、失敗してもいいから。さあ、探す時間はなるべく短くして。そう、はい、じゃあ今度は胸トラップで返していきたいと思います。で、できればだけど、ちょっと
めに投げて胸トラップこうジャンプしてできるような感じがいいかなと思います。でこれも右振って今度左に振ってやるようになるべく心がけましょう。じゃあちょっと実際やってみる。ちょっとジャンプできるぐらい。そう。はい、OK です。もうちょっと高めの方がいいからね。まあ顔狙うぐらいな感じで、顔のとこ来たらちょっとジャンプしたらいい感じに胸トラップできるから、ね、そのまま顔でトラップすんなよ。痛いよ、ね、顔でトラップしないでしっかりジャンプして胸トラップしてね。いいね。はい、じゃあやってみよう。OK、はい、動け動け。そう、蹴ったら動け。そう、オッケー、いいね。はい、じゃあ今度はヘディングを練習していきたいと思います。で、できればなんだけどちょっと高めに上げてもらってジャンプしてヘッドで反対向きジャンプしてヘッド、これを、まあ、やっていければなと思います。ただボールがね低かったらジャンプできないと思うんで、ボール次第だと思います。では実際やってみます。はい、じゃあこっち側、はい、頑張って取って、今度こっち側はい、今度こっち、はい、こっち、こっち、はい、こっち、いや、いい、これ、はい、今度こっちっていうようにやっていきます。で、今コーチがやったのは内側の足、足がね、ちょっと絶対取って、内側の足でこっち内側の足で、ね、外側の足でジャンプっていうのもあるんだけど、とりあえず内側の足でジャンプの方が力入りそうだ。こういうヘディングを心がけてやってください。はい、じゃあやってみよう。そうそうそう、いいね、いいよ、カヤス。さあできるかな。 OK、 深夜も上手。さあどっちに欲しいか指させ。 OK、 そうそうそう、いいよ。ちょっとヘディング弱いぞ。正面からじゃなくて少し半身、少し半身で、そうそう、動き回って、はい、勇気上手。おー、いいよ。そう、はい、じゃあ今度は、サーキットで、やっていきたいと思います。じゃあ、で動きがあります。よく見ててね。まず最初お腹くっつけて起き上がる、でキック、そして今度は背中くっつけて起き上がる、反対の足、そしてくるっと回転、右足くるっと回転、左足、そしてスライディング、右足、スライディング、左足、この流れです。で、今度はこうやって揉む、はい、揉むっていう風にまた背中やって揉む。これが終わったら胸、そしてヘディング、さっきやったのをすべてやっていきたいと思います。いいね。はい、じゃあみんなも準備して行きます。よーい、スタート。さあ動きをな、少し早くして、背中、そう、はい、すぐ立って、はい、転がって、はい、転がって、はい、はい、スライディング、そう、はい、スライディング、 OK、はい、合格、拍手。いきます、よーい、スタート。はい、じゃあ今度は横に走りながら、キソレをやっていきたいと思います。じゃあちょっと実際やっていきます。ウェーブの動きです。ウェーブの動き、ね、後ろ下がって前に出てきた時に、こう後ろ下がって前に出てきた時に、こう、この動きをやります。
今度帰りはこっちで、はい、はい、後ろ下がって、へい、はい、後ろ下がって、へい、はい、OK、帰りは左足、いいですね、行きは右足、帰りは左足、両方できるようにしてください。で、これやってるとウェーブの動きがなくなってくるから、しっかり後ろ下がって出る。で、出てきた時にちょうどキックできるように、投げる人はサイドステップで超集中して、そう、超集中して、投げてください。で、これはインサイドやったら次もうもう胸、ね、で、ヘッド、ここまでやる。ヘッドはちょっと、じゃあヘッドだけが2本見せます。ヘッドはこう来て、へい、こう来て、へい、で、今度はこっち向きでしょ。今左が前だったけど、今度右は、右が前になる。いくよ、へい、っていう風に左前と右前両方できるようにしてください。いいですね。はい、じゃあやっていきます。さあ、頑張って相手の胸に返してあげるように。そう。うん。オッケー、オッケー。一回も落とさないことを目標にしてやろう。はい、いいよ。いいよ。そう、いいよ。あ、はい、頑張れ。そう、あ、いいね。いいよ、投げる方も集中だからな。投げる方も集中、いいね。 OK、 OK、 うまい。よし、お、左肩前だよ、左肩前。そう、できればジャンプ到達点高いところで。そうだけど、ちょっとライト先行っちゃおうか。はい、よ、あ、いいね。 OK、 うまい。はい、それでは、今日は基礎練習を、紹介していきました。で、基礎練習はすごいね、地味な練習で、毎回毎回同じ練習をするチームもあると思います。で、例えばだけど、今みたいに動きを入れて、例えば起き上がる動作を入れることによってタフさを、身につくことができるんじゃないかなと思いますし、試合中は実際に止まってポンって蹴ることはほぼないのかなと思います。例えばだけど、こういう状態で動きのあるキックが求められてくると思います。だからやっぱ試合の時にミスが起きちゃうよね。なので、ミスがないようになるべくどんな動きをしてても足が出るようにしてください。そうするとだんだんミスが減って、強いチームになっていくんじゃないかなと思います。頑張って練習していきましょう。練習は裏切りません。以上、ありがとうございました。